始まりました、ハラベルチャンネルです。美容師科のカンタです。今回は原宿の美容学校の新入生が有名美容室で働いている卒業生の方にイメチェンをしていただくということで、こちらのオーシャン東京オーバーさんにお邪魔しています。そして今日僕がイメチェンをしていただく卒業生の方がこちらです。はい、こんにちは。オーシャン東京オーバーのディレクターの三択です。イエイ。僕は2018年度に原宿ベルエポックを卒業しまして、そこからオーシャン東京に入社をして、今は6年目ですね。スタイリストになってからは1年4ヶ月ですね。まあ自慢じゃないんですけど、オーシャン東京10年の歴史の中で一応最速の出世をした男です。イエーイ。はい、そんな僕が今日はライフスタイルが輝くようなニューヘアを提案していきたいと思いますので、皆様ぜひ目を離さずに動画見ていってください。準備いい？大丈夫です。 OK、 いきますよ。それではイメチェンをやっていきます。シュッ。オーシャン東京ではカウンセリングより前に最初にシャンプーを行います。僕のお客様をシャンプーしてくれるアシスタントがいるんですけれども、こちらです。アスタクさんチームアシスタントの望月雅也です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、シャンプー開始。お願いします。お願いします。お願いします。髪型ちなみにどんな感じがいい？やっぱりイメチェンなので、うん、だいぶ夏っぽい感じの。夏っぽい感じ？はい、これくらいですか。あー、結構短い。もうアップバングだね。もうそうです。しっかり目に上げていい？はい、結構切るよ。あ、大丈夫です。結構切るよ。全然大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。これでも上げた方が絶対俺的には垢抜けるかなって思う。パッと見の印象でこう明るく見えた方が損か得かで言ったら得だよねっていう。いつ誰にさ、業界の人に会うかもわからないし、はい、いつどんなチャンスが来るかもわかんないから、ちょっとここらでパッと明るい印象になっても俺はいいんじゃないかなって思う。美容学生だからね。はい、そう思います。うん。じゃあ後ろから上げないでいくからね。はい、はい。なんで腹びれ入ったの？業界との結びつきが強そうだなっていうイメージがあって。ああ、僕が美容学校を探してる時は、うん、国家試験を重視してる学校よりは、うん、これ就職に強いところを選びたいなって思ってて。なるほどね。ハラベルは結構就職に強いイメージがあって。おお、あ、そういうイメージあったの？そういうイメージだけで選んだところはあります、うん、なるほどね、はい、俺が高校生の時は、はい、幼馴染が原宿ベルっていうところにオープンキャンパス来たから行こうぜみたいな、で、行ったのよ、はい、ハラベル行って、もう俺、うわ、ここだなと思って、ピタッ、もうピッタッ、いけーって思って、こう直感で思ったわけよ。夢ある？あります。俺も漠然とした夢は高校生の時からあったの、はい、もうその時は、もうスーパースターになるみたいな。そう、それくらい漠然としてたの。そう、その夢を叶えるためには、夢を叶える力が俺にないと、夢は叶えられないの、うん、だから、美容学校を選ぶ時の基準は、そこでしかなかった。夢を叶える力をつけられる美容学校か否かっていう。で、ハラベル一回行って、うわ、ここだなって感じなんだけど、前髪行くよ。お願いします。前髪から行くよ。はい。え、マジ行くからね。大丈夫です。行くよ。一気に行くよ。はい。だいたいアップバングにイメチェンする人、みんなここでちょっとウィーってなるから。行きます。一回これで見ようかな。この姫カットみたいなのもね。なんで美容師になりたいと思ったの？単純に憧れというか、かっこいいからなりたい、うん、中学校の時から思い始めたんですけど。美容師になりたいって？はい。すげえな。地元の美容師さんの？あ、地元です。あそこの美容師さんかっこいいなみたいな。はい。うんうん、うん、まあ、その時は漠然とその美容師自体がかっこいいっていう思いしかなかったんですけど、 SNS でどんどんこっちの美容師さんとも知って、うん、憧れがどんどん増していった。あ、なるほどね。親にさ、美容師になるって言った時反対されなかった？いや、全然もう、あ、余裕、自分の好きなことをやるって言われる。めっちゃいいお母さんやん。親が自慢してくれるような息子をやりたい。そう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 、母ちゃんが自慢してくれることが一番だよね、はい、そのためには。じゃ、美容師で名を上げるとかさ、はい、SNS で名を上げるとか、売り上げを上げる、作品が上手くなる、雑誌に取り上げられる。じゃ、雑誌に取り上げられるためには、また再昔行くじゃん。俺たちは時代の最先端で戦ってるからさ、はい、思考を止めたら終わりだなと思って戦ってるけど、
でも美容学生でもそれはまあできるよね。常に自分をアップデートし続けるっていう、居残って学生同士で髪切るとか作品を撮るとか、あんま俺賛成派じゃないの。そうなんです、うん、俺そんなことしてる暇あったらバイトしてお金稼いで友達と遊んで彼女と遊んでっていう時間に当てた方がいいと思うし、自分がかっこよくなるために洋服買った方がいいなって思っちゃう。だって嫌でも美容師になったら髪に触れるのよ。もう嫌でも練習しないといけない時があるのよ、うん、結局やることになります。そうそうそう、俺はそうだった。デビュー前休み多分半年ぐらいなくして、休みの日も店こもって練習したの。俺不器用だから、カット練習して作品撮って SNS 休みの日にやってってやってたんだけど、もうマジで髪の毛見たくねえみたいな。でもそれがあって今があるしって思うと、まあ別にその時無駄じゃなかったなと思うけど、はい、俺はどっちかっていうともう美容学生なんて死ぬほど遊べようと思うから、うん、今この10代18、19ぐらいの時の経験値って確実に生きてくるから、はい、その経験はお金じゃ買えないかな、はい、今しかできないこともやるべき。そう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 、別に練習するのが間違いじゃないけど、はい、これはどっちかというとそっち派っていう。めちゃくちゃいい話してるわ。すごく勉強になります。台本あるでしょそれ。何も書いてなかったです。美容学生の間、当時苦手だったのことはワインディング。あ、ワインディングなんですか。ワインディングはね、これも自慢だね。もあるし、もうこれ学年再開。そうなんですか。うん、これはね今でも伝説。だから先生たちは言うね、こうなると思ってなかったって。でもシャンプーは俺学年2番で、カットもめっちゃできたね。しっかり乾かそうかね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。どんな美容師になりたい？すごいリアルな話なんですけど。リアルな話いいよ。20代のうちに年収1000万に到達したい。うえー、いいね。美容師自体が結構所得が低いみたいなイメージあるよね、うん、どう思う？逆に有名美容師さん見せて。いや全然そんなことないな。自分次第でそういう数字とかも変わってくるし。そうよ、夢あるなと思います。めちゃくちゃ夢あるよ。でも、もう頑張らないとそうはなれないからね。もう当たり前だけど頑張ること以外ないのよ、はい、むちゃくちゃ多分犠牲にするものはあるよ。本当に自分次第だよね。輝いてる人ほど多分めちゃくちゃ努力してるよ。あーいいわ、素敵、素敵なシルエット。夏っぽいですね。え、うわやばいっしょ。軽い、むちゃくちゃ軽いっしょ。さっぱりしました。くそさっぱりしたっしょ。一回流そっか。はい、めちゃくちゃいいやん。やばいね。ありがとうございます。超垢抜けたこの1時間で。うん、超かっこいいじゃん。めちゃくちゃいいです。完成しました。イエーイ。どうですか視聴者の皆さん、このイメチェンプリはすごくないですか。さっきまで日本こんなだったからね。どう、自分的に気分は逆にさっぱりして、うん、なんかリフレッシュできました。リフレッシュした、はい、で髪も心もね。髪も心も新鮮になったでしょ、はい、襟足はこれもう刈り上げてないです。ちゃんと丸みがこう出るように、ここはもう結構削ってます。毛量もベースカットも削りすぎないように、上の毛はちょっと残しながらでもしっかりとこう締まりが出るようなカットを、後ろはしています。で前レイヤーなカットですね。段をしっかりと、入れて、カットしてるんですけども、ちょっと横が張りやすいとの悩みがあったので、収まりが良くなるようにちょっとチョップカットを深くちょっと入れたり、毛量も取ったりして、まあ、タイトに収まるように、前髪は、まあ、短すぎないハーフアップでもいけるし、しっかりアップバングでもいけるような長さ設定、やんちゃにも見せれて爽やかにも見せれるような前髪の設定にしています。でアップバングはトップはやっぱりこうしっかりと立たせてあげた方が、夏は爽やかでいいかなと、思うので、結構幅広い方に、まあ、おすすめできるヘアスタイルかなと思います。ワックスはオーシャントリカのエッジとナチュラルっていうワックスを混ぜて使いました。どうでしょうか皆さん、かっこいいですよね。もうありがとうございます。もう画面越しでもかっこいいって聞こえました。ありがとうございます、うん、もうぜひ、かっこよくなりたい方はオーシャン東京オーバーディレクター長谷田区で予約しちゃってください。お願いします。長谷田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんお話を聞けてとても勉強になりました。
こちらこそ本当にありがとうございました。まあ、僕たちの会社のコンセプトとして、あの髪を切って人生変えようって言ってます。その日の気分がなんかハッピーになったらそれだけでいいし、テンションが上がる髪型を僕たちは本気で作ろうと、日々頑張ってます。美容師って本当に素敵な職業だし、僕たちはプライドを持ってやってるので、これを見た美容師を目指している方、美容師の方もね、がぜん美容師という仕事に誇りを持って頑張ってほしいなと思います。僕もまだまだこれからもっともっと世の中をワクワクさせるような結果を出し続けますので、皆様これからもオーシャン東京オーバーハッシュタグをよろしくお願いしますっていうのと、かっこよくなりたい方はぜひご予約お願いしますっていうのと、最後にこの動画が良かったと思った人はチャンネル登録と高評価と、原宿ベルエポックへの入学志望をぜひともよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。